バイクの調子が悪いんで、ああやって、まあ大丈夫なんかな。いっぱいなんかいろんな種類の。バイクの調子が悪いんで、今直してもらってます。ですね、値段はまず鍵ですね。今ちょっと取れるかな。鍵のね、接触が悪いっていうんですかね、あの鍵を挿してカチャカチャやる。この部分が調子が悪いということで、新しいのに変えます。お、なんだこりゃ、こんなになってるんですね、ライトで。もう次がね、一つはその鍵のシリンダー部分っていうんですかね、を交換する。もう一つはウインカー、ちょうどこの部分、右とか左とかウインカーを出す、そこのね、スイッチがなんか硬いというか調子が悪いんで、そこも交換してもらいます。あとあのこのサイドスタンドっていうんですかね、これがなんかね、曲がってるような感じ、昔ぶつけたかちょっと記憶にないんですけど、曲がってるというんで、まあ微妙なんですけど直してもらいます。でお値段がですね、このスタンドが数百ペソ、200ペソだったかな、そんなもん、2、300ペソ。まあだから600円前後で、この今直してくれてる鍵のおそらくシリンダーの部分ですね、それが600ペソ、まあ、約1500円弱ぐらいで、次がこのウインカーですね、この硬いっていう右とか左のそのウインカーのスイッチが300ペソぐらい、2、300ペソですので、全部で、600、200、1100ペソぐらいだと思います。でプラスでね、この頑張って、直してくれてる、方に200ペソ払うというので、まあ合計1300ペソぐらい、まあだから3000円ちょっとぐらいの、工賃と修理費になります。おそらくまあ日本と比べればかなり安いんじゃないかなと勝手に思ってます。もうちょっとね、こんなにことなら結構1年ぐらいこの状態で乗ってるんですけど、もっと早くね交換すればよかったとちょっと反省しています。じゃあ、直してもらいます。ああやって外すんですね。まあバイクが好きな人は自分でやるんでしょうけど、私みたいになんだかよくわかんない人はこうやってお願いして変えてもらいます。でまあ200ペソの工賃っていうんでね、おそらく現地の方は100ペソとかそんな感じの工賃、もっと安いんかもしれないですね。この間オイルチェンジした時は50ペソの工賃でしたんで、まあ、今回は技術的にも多少難易度があるんで高いんかもしれませんが、まあまあいずれにせよ50ペソとか200ペソぐらいであれば、あの十分安いと思います。なんだかどんどんバラバラになってきます。前についてたオレンジのカバー、あそこにあります。なんかね、まあ、愛着がないわけじゃないんですけど、もうすでにボロボロなんで、あの本来であればああいうバラしてる時に洗ってあげるとか拭いてあげるとかね、きれいにしてあげるとか、そういう優しさを持つべきなんでしょうけど、すいません、今日は何もしません。まあ、今日はっていうか、このバイクは外から表から拭くだけぐらいですかね。あんま中も掃除しようっていうのはすいません、思わないかな。今ウインカーのところを直してくれてます。ウインカースイッチ、こういうのは好きな人がやれば楽しいんでしょうね。なんか
プラモデル作ってる的な感じで、まあお全部取り替えなんか、なんか壊れてるやつを持ってどこかに向かいました。じゃあもうちょっと待ってみようと思います。ちなみにね、あのこの奥のこのカウンターのところで部品を買って、そしてあの私がお金を払って、それでつけてもらうと、そんな感じになります。だ多分あの人はあの部品をちょうだいと言うんで、カウンターのお兄さんとこれから話をすると、そんな感じだと思われます。お部品これだな。おこれだ、あるんかな。まあこんだけ部品がね奥にもいっぱいあるんでしょうから、なんかネジとかこのペットボトルのこういうとこにいっぱいなんかいろんな種類のネジとかボルトとか入ってます。なんか互換性があるんだか見てます。多分これで在庫がないとかねなっちゃうと困っちゃいますね。普通在庫あるかどうか見てからバラす気もしますが、まあ大丈夫なのかな。イングリッシュオンリープリーズ。This one. Okay. ああ、これだけ直してもらいます。あ、というかこれだけの部品を。あ、そういうことか。これ、ん？でもこれセットじゃないんかな。これだけ直せるんですかね。これあのフラクションですね。これは音鳴るんで変える必要はない。これは方向指示器、これ変えたい。これはロービームとハイビームですね。So change only this one. まあいいや、プロに任せましょう。私はあんまり余計なことを言わないに限ります。これは壊れてると思われる接触が悪い、あの車のあバイクの鍵を入れるところですね。じゃあおとなしく待ちたいと思います。今日はね、バイク急に時間ができたんで少し直しに来たっていうのはあるんですけど、いつもはね土日よりなんかここもうほとんどお客さんがいっぱいいて順番待ちがひどいんですけど、今日は平日っていうのもあるんでしょうけどお客さんいないですね。でも平日でもねいるときはいるんですよね、結構順番待ちだから。さっきね銀行行ってきたんですけど、銀行もね順番待ちがなかったんですよ。だからなんかあるんですかね、そのこの日は、忙しくないとか、平日でもこの日は、このタイミングは人が多いとかね、なんだかちょっとまだその辺がよく分かんないです。昔日本だと五等日は5と10の日はトラックがね多くて渋滞するなんて子供の頃数十年前聞いた覚えはありますが、そういったことがあるのか。お、なんだなんだ、お、バラ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 、まあまああんまり邪魔しないようにこっそり遠くから見てます。あ、今新しいのつけてくれたんだな、鍵を、鍵を回すシリンダーのところをつけてくれました。こうやって見ると新品はホコリがかぶってないんですぐ分かりますね。おお、シャッターもついてんだ。
火が、ああ、ここも直してくれるんだ。ここの鍵がね、シートを開けるときの鍵なんですね。ああ、そうかそうか。じゃあここも直るんだ。でもこれなんか新しい割には全然新しいっぽくないですよね。まあいいや、動けば何でもいいです。また新しい部品が外されました。今度は後ろ側の部品、もうほぼほぼ何もついてません。すごいな、これなんかソケットの形が違うと言うんで2人で話してますが、私にはどうしようもありません。なんとか治るといいなと願うばかりです。今後ろの鍵の部分、シートを開ける鍵ですねを直してくれてます。今ちょうど外してるところ、ちょうどねあそこがね硬くてねすごい渋かったんで、今回交換するとそれもいい感じに治るといいなと思ってます。どんどんバラバラになっていきます。あそこを直すってことはさっき言った硬いっていうところも解決されるはずです。それを期待しましょう。ソケット問題は今あのここのこのお兄さんがここのリーダーというかボスなんですけど、私のとこ来てくれてソケット結局合わないんで、あのコードを切って、ソケットだけ再利用すると、そういうことになりました。まあまあ、 あの使えればいいかなと思います。まあ専門的なねことを言うとそれがいいとか悪いとかあると思いますが、まあ、あるかもしれませんが、ちょっと私には分かんないんで、とりあえず与えられた選択肢でやってみます。まあ、やってみるというかお願いします。おお、これいいんかな。あ、めっちゃスムーズだ。あ、めっちゃスムーズ。あ、超嬉しい。あそこがねめちゃめちゃ硬かったんですよね。これは直すつもりがなかったところだったんでラッキーです。部品がまた元に戻り始めました。ということは作業が終わり始めてるのかもしれません。一応鍵はつけた、さっきつけてましたね。でそれ終わったんで、方向指示器も先ほどの話でソケットを、切って付け替えて、まあまあなんとかすると。でもう一つ、あれだな、サイドスタンドっていうんですかね、バイクを傾けて止めるそのスタンドがまだ交換してないと思うんで、まだ時間はかかりそうです。ここまでだいたい30分ぐらいですかね。そんな状況です。まあ、この動画では結構何回かご紹介してるんですけど、ここのお店が、まあ、バイクショップっていうんですかね、このルーシー、これルーシーという、あ、外に看板があったかな、ちょっと映します。これルーシーというメーカーですね。いわゆるホンダとかヤマハとかルーシーというメーカーです。中国みたいですね。で結局壊れるんですね、日系のと違って頻繁に。なのでこの修理、ここがあのルーシーのその工場本店ならしいんですけど、ここには私もどうですかね、もう 4,5 回ぐらい来てます。初めは全然どうすればいいのか分かんなかったんですけど、もう慣れました。結局のところこの道からですね、ここの通路をぐーっと来て
この中に入ります。このバイクでこの辺に止めます。でここに止めたら、先ほどのこの左に映ってるイケメンのお兄さんに、ここはボスの方に、ここが悪いと、まあ、今回で言うと鍵がなんかね、鍵さして、オンにしてもエンジンが接触不良でかかんないとか、ウインカーがなんか硬くて、壊れてるっぽいということであったり、サイドスタンドがなんかひん曲がってると、ちょっと直してほしいというようなことを伝えると、ここからですねバイクをこうこの空いてるこの辺の場所に、移してくれて、こういったの作業者の方々に先ほど のボスのお兄さんが、指示を出すと、これを変えてくれと、そんな流れです。で、まあ、修理をしていく中でこれも変えるあれも変えるっていうのがあれば、そういった部品であったり、まあ、そもそも、我々が私がお願いしたものっていうのは、先ほど言った通りここの奥のこの、ところでですね部品を買って、それをここのお兄さんたちがつけると、そんな状況です。なので、まあ、ここで、作業している方っていうのはルーシーの、作業者の方もいるんかもしれませんが、なんかその雇われというか全く関係のない方もいらっしゃるようです。なので、まあ、この場所をですね、まあ、借りてるというか、修理、物をつけたり外したりする、まあ、プロフェッショナルとして、いると。でその人は、工賃だけを受け取ると、あとは部品を売って儲けるのはこのルーシーと、そういうことなのかもしれません。これがね、初め分かってないと、どういう仕組みなんだろうってのはあるんですけど、結局直す人にもお金を払う、まあ、100ペソだったり200ペソだったり、プラス部品は部品で買うと、そんな、感じになります。お、かっこいいねこれ。もう徹底的に直そうかと思って、このメーター、これがねもうね見えないんですよね。もう劣化しちゃって、いわゆる耐候性とかいうのがない、安いプラスチックなんでしょうけど、非常にねよろしくないんで、今変えようかと思ったら1000ペソぐらいかかると。要は全部変えなきゃいけないらしいんですね、このメーター、このカバーだけじゃなくて。1000ペソってね、2000ちょっと、2500円ぐらいですか今。まあそれはちょっと強烈だなというんで、このメーターは諦めます。お、サイドスタンド最後交換してくれます。あ、これは外すだけだからそんな難しくはないと思います。あ、なんか助けを借りて二人がかりでやってくれてます。まあまあこのサイドもね別に使えるっちゃ使えるんですけど、なんか曲がってるとね、寝ちゃうんですね他のバイクより。そうすると他のバイクと一緒に並べた時にうちのバイクだけちょっと寝ているという変な感じになるんで、まあまあ数百ペソ、600円ぐらいかな、だったら買えちゃおうと思います。新しいのはなんだか黒いですね。このこれですね、新しいのが黒、こっちが今までの、まあ、あれも黒だったのかな、汚れてるだけなのかよく分かりませんが黒に変わります。今またリーダーボスの方とお話しして、このバイクがエンジンのかかりが悪いですね、なのでそこも話をしたら、まあ、ちょっと調整すると、調整の費用はかかるというんで、まあ、多分100ペソとか200ペソとかそんなもんだと思いますが、
その調整をしてもらうことにもしました。なので、まあ、ざっくり、まあ、2000ペソはいかないと思いますけど、1000から2000の間、2000ペソの間だから、まあ4000円ぐらいかなと思います。部品代今払いました。1194ペソ、まあ、約1200ペソですね。なので、まあ、3000円ぐらいなイメージです。変えたのはスタンドと、方向指示器のスイッチと、鍵ですね、シリンダー。まあまあまあ安いんじゃないかと思います。これがレシートなんですけど、一番上これですね。これが665ペソって書いてあるのがスイッチ、鍵を差し込むシリンダーですね。でテープで絶縁テープですかね、14ペソ、まあ、約30円ぐらい取られてます。で左のスイッチ、これが方向指示器ですね。これが方向指示器が325ペソ、さっきのシリンダーが665ペソだから、まあ、1600円ぐらいで、この方向指示器のスイッチが325ペソですから、まあ、800円ぐらいですか。でサイドスタンド、これ安いな、これが、ね、175ペソ400円か500円ぐらい、でブレーキパネルボルト、わかんない、ネジですかね、ナット10ミリって書いてます。これが15ペソ、まあ、約40円、そんな感じの、部品代でした。エンジンの調整をしてくれてます。このつまみを回したり、この中の何かをやったりして調整してくれてます。これはもう私にはわからない世界ですね。おお、エンジン、あそこを調整してんな。いろいろ手を入れてやってくれてたんですけど、手が入んないんで全部外してやってくれてます。なんか大ごとになってます。取れました。ここのが何もなくなった。あれをどうするのかな、洗うのか、洗浄してくれるんかもしれないですね。掃除してくれるんか。ああ、そう、needs to clean up、クリーニング。ああ。おお、ガソリン。こんなの私には絶対できないですね。これは工賃を多めにお支払いしないと200ペソじゃ効かないですね。まあ直していただけるんであればありがたい。で掃除して今エアーで飛ばして、そうすればもうちょっとアイドリングがドドドドドってやつがスムーズになってエンジンもかかりやすくなるのかもしれません。それを期待します。まあ、そのためにだったらね、まあ、1000円2000円追加でかかっても全く問題ないと個人的には思います。日本でやるといくらぐらいかかるのかな。というか日本じゃこんなことやんないんですかね。やっぱ中国の車スクーターだからこうなっちゃうのか、その辺はちょっと謎です。
もうすぐ、もうかれこれ2時間ぐらいになりますけど、もうすぐ終わりそうです。まあ大体ね、家庭教師の方で大体1時間150ペソ、時給150ペソっていうのがまあ相場なんで、まあ2時間ちょっと、3時間弱やってくれてると思うんで、まあ、おお、すごい、音もいいや、元気になりました、音も。400、500ペソぐらいはお支払いしてもいいような気が個人的にはしています。これでまたこのバイクも生まれ変わって数年は乗れると思います。冒頭あんまり掃除しても変わらないと言いましたが、明日ぐらいに掃除をさせていただこうというふうにも思えてきました。いやいや、かれこれ 2,3 時間ようやく修理が終わりました。後でちょっと内容を見ていきたいと思いますが、おそらくすごい良くなっていると思われます。またこのバイクを、でもどうだろうな、また半年ぐらいだったら調子悪くなるんかななんて思いながら、今後も乗り続けていきたいと思います。じゃあ今日はこれで失礼したいと思います。ありがとうございました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。